今回紹介するのはダイアグノデントですダイアグノデントは脂質に当てたレーザーの反射光を読み取りそれによって虫歯の脂質変化を早期の段階で認識できる装置です数値の強弱によっても現在の様子を探ることができます歯針、触診や X 線などによる診断よりも高い確率で初期カリエスを発見します また虫歯の経過を数値的に終えるため経過観察中の虫歯の進行度合いなども把握できます。